Yeah. Give me just a little more time to pick up a chord. Yeah, just like that. Give me just a little more time to not get bored. Ooh. いいじゃねえか、カラスでよ。カゴに入れられてよ。飛ぶことも忘れちまうかわいそうな鳥に比べりゃずっといいじゃねえか。俺はカラスで十分だぜ。クローズバーニングエッジ、不良漫画の金字塔クローズがプレイステーション4に登場。原作で描かれたあの怠慢や手に汗握る集団戦が味わえる喧嘩アクション。ストーリーに沿ったミッションをクリアしながらとある市を暴れ回る。ストーリーモードでは初代四天王それぞれの視点で物語をプレイできる。キャラクターごとのエピソードが展開され、男たちは各勢力のてっぺんとして激闘を繰り広げていく。世の中強いやつはなんぼでもいるってことを教えてやる。さっさと始めるぞ。話は後でゆっくりしようじゃねえか。今度は俺の番だ。兄貴を超えるにはお前らスズランを潰すしかねえんだ。グズグズしていられねえ。俺はただ売られた喧嘩を買ったまでのことさ。さあどんとこい。自由にカスタマイズできるバトルスタイル、自分好みのバトルスタイルを選択し相手をぶちのめせ。さらに服装も変更可能。クールなファッションに身を包み一味違うバトルを繰り広げろ。そして傷を負った一羽のカラスがこの街に降り立つ。ここが噂のスズランか。クローズの裏側で熱く燃えたもう一つの物語、高橋宏監修のアナザーストーリーをオリジナルキャラでプレイできる。スズランに転校してきた1年生赤木政宗となり、坊や春道たち原作ストーリーと交錯しながら真の強さ、本当の熱さを求めていく。君だけのキャラクターがクローズに新たな歴史を刻む。春道くん、俺の挑戦受けてくださいよ。オリジナルキャラを操作しチャレンジモードで勝ち抜き戦に挑戦。次々と現れるクローズの猛者たちに挑み打ち勝て。結果はオンラインランキングに反映。最強かつ最高の男を目指せ。スズラン男子高校、別名カラスの学校。ゲーム内ナレーションに金子信明を起用。男たちの物語を熱く静かに語り上げる。春道がリンダマンに挑戦したという噂は瞬く間に男たちの間を駆け巡った。テーマソングシムのクローズが収録決定。さらに四天王それぞれのイメージソングが男たちの宴をより盛り上げる。カラスどもよ、魂に火をつけろ。この激闘はやがて伝説となる。上等じゃねえか。さあ来やがれリンデラ。プレイステーション4専用ソフトクローズバーニングエッジ、10月27日発売。生まれてきたことは後悔することになるばい。帰ってクソ電して寝れやコンハゲ。初回封入特典で大魔王グリコ降臨。さらに外伝キャラクターたちになりきれるカスタマイズパーツも手に入る。バンダイナムコ。